チョコレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。どうも、チョコレートプラネットの佐田です。松尾です。チョコレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。さあ、というわけでございまして、はい、ちょっともしこう、もし不倫とか、はい、不倫でこう不祥事を起こした時に、うん、こう復帰方法というか、うん、ちょっと画期的なのを思いついたんですけど。お、じゃあもういつでも不倫できるじゃん。はい。おお、これすごくいい方法だと思うんです。あ、まず、うん、これ何が難しいって、うん、復帰する時期、うん、これいつなんだと、うん、これは難しいですよね。今でしょ。それが一番多分、まあ、確かにね。だからね、これが自己判断になってる。まあまあまあ、そうでしょ、自分でそろそろいいかなと思ったら、うん、そうでしょ、うん、で、その当事者が決めて出ていくからまだ早いって言われると思うんですよ、うん、これその奥さんが言えばいいと思うんですよ、うん、じゃあその奥さんが、じゃあ半年間自粛してください、うん、半年間しっかり反省して、うん、半年後からしっかり稼いでくださいって言ったら、うん、もう半年後から復帰できる。これ、いや、まあ、使われるか使われないかも、それはもうあれですけど、うん、復帰はね、うん、だって誰も文句言わない。だって一番の被害者である奥さんが、うん、働きなさいって言ってるわけですから、うん、これどう？めちゃくちゃ不倫しようとしてるってこと。いや、もし、いや、これは私はやりませんよ。私はやりませんけども、もし何かあった方、うん、だから、ね、原田龍二さんがそれに近いんじゃない、もしかしたら。あ、そうやった。なんか奥さんがもう、うん、結構出てきていろいろやってくれたからもう OK になったみたいなノリじゃない、それに一番近い長田不倫パターンとして。いや、長田を不倫しないです。長田を不倫しませんよ。うん、長田不倫します。いいんだよ、したっていいんだよ、いいんだよ、したっていいんだよ、いいんだよじゃないの。世間は責めないけど俺は責めないから、いいんだよ、したっていいんだよ、しません、したっていいんだよ、しません、本当に。それが一番いいあれか。まあでもあと、いや、だからそれをもうその記者会見とかするでしょ。だからその1週2週間後1週間後とか、うんうん、2、3日後、うん、バレた時に、ね、そう、もうその時にさっと言っちゃう、もう潔く、うん、ちょっともうすいませんと。でもう嫁で話し合いますんで、嫁が曰くそのもう半年しっかり禁止して半年後からしっかり稼いでくださいと言われましたっていう、もう言っちゃう。それはその場であんま言わない方がいいんじゃない、なんか。そう、うん、なんかそれは後から奥さんのなんかコメントみたいなので出した方があれじゃない。ああ、なんかその、いや、もう自分は奥さんにそう言われてるんで、はなんか多分自分その顔、いや、それんで、いや、そのギンギン顔で言ったらそれ、あれよしこ、いや、絶対それよしこの食べみかご、じゃこれ俺から言うんじゃない、奥さん、絶対記者から質問あるもん、まあ、あるね。復帰はどうされますかとか、奥さんが何て言ってますかって言われると思う。ちょっとちゃんと言い方もちゃんとその時の感じでやってみていい？ああ、長田さん、はい、今、自粛に入られると思うんですけども、はい、復帰はどれぐらいのことを考えてますか？はい、まあ、これはその、妻と、話しまして、まあ、妻が言うにはその半年、しっかり自粛してほしいという判断を受けました。で、半年過ぎれば、まあ、そこからは世に出て、稼いでほしいっていう、そういうことを言われましたんで、はい、それにちょっと従いたいなと思います。カシャ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 、あ、もう笑ったらダメだよ、もう笑っちゃったらダメだよ、絶対絶対ダメだよ、今のだったらまだよしこの顔の方がいい。笑ったりしたらもう絶対アウトだもん。無理やん、もうあれじゃん、ダメじゃん、笑っちゃ絶対ダメだよ。じゃあちょっといいですか。うん、松本さん、奥さんとはお話しされたんですか？